チっす誰も知らないカリウド、イカレタコスケです。明日だったんだね。バージョンアップ3.1。<laughs> 木曜日なんですね。ちょっと今ツイッターをね、あの封印してたからね、すっかり遅くなりましたけども、明日、イベントクエストが2つ来るんだけども、それだけじゃない結構、このバージョンアップ3.1はね、神アップデになりそうでございます。イベントクエストもただ注目していただきたいのは、これ、右。おそらく、 これ、百竜夜行なんだよね。初めての百竜夜行クエスト。イベントクエスト。なんですよ。ね全部の報酬が出てるのかな全部の報酬ってもう出てるのかなちょっとわかんないけどね。ちょっと初のイベントクエストってことで、もしかすると何かね、報酬手に入りやすいものがあったりとか、諸々あるかもしれません。まあ、二つね、イベントクエストが来るんで、とりあえずこれは楽しみに待ちましょうってことなんですけども、えー、詳細なタイトルアップデート。ここにね、 ほんと一部の人は、寒類ものの4.0まで来ないかなって思ってたんですけど、結構 0.65GB トと割とありますね。あの、3.1とかだったらね。まあ、さておくとして、明日、え、6月24日。とりあえず、アップデート、秋よりを確保はしておきましょう、ギリギリの人はね。で、不具合修正とか、えー、そのあたりが、いや、そうだよな。イベントクエストが毎週追加されます、びっくりした。 なんか追加されんのかと思ったよ。まあ、とりあえずね、今ザクッと見ただけなんで簡単なんですけども、とりあえずまあ、たくさんの修正点がずらーっと修正されています。この辺もね、結構まあこの辺は細かく、えー、っと、まあバグに近いものかながザーっとあるんですけども、えー、どこだモンスター関連もザーっとあって、まあこの辺も結構、 まあ、あの、連戦して狩る人にとってはね、気になる部分があるところもあるんですけども、ランスのジャストガードが成功しても攻撃を無効化できない不具合を修正しますとかね。これね、八つ仇の頭部に、えー、鬼神カブと割り、木残裂弾などを当てた際にヒット数が少なくなることがある不具合を修正しますとか、むしろ知らなかったよって話なんですけども、もっと根本的な部分、プレイヤー関連ですね。ここです。 タチや武器種の、今までまあ普通にプレイして、でも、いや、でもタコスケでもタチの、あの、カブト割りとかは、なんとなく感じた部分だったんで、これ結構たくさんの人たちが、 気になってた部分で、プレイの時の爽快感に変わるものだと思うんですけども、タ、え、チ、ー、の居合抜刀基人切りのカウンターが成功し、モンスターに攻撃を当てるとカメラが真上からの視点に切り替わる場合や追撃が当たらないことがある不具合を修正しますと。 まあ、なるはたた姫の一部攻撃20ヒット、あ逆に、えー、そうだったんだって感じですけどね。で、片手剣たち、総剣で抜刀中に回避して、ショートカットからアイテムを使用した再操作の遅延が発生する不具合を修正します。まあ、これも結構でかいよね。 ショートカットで回復してた人にとっては。でもまあまあ、この辺大きくない。この辺だね。太刀の基人兜割りや居合抜刀基人斬り、王家鉄柱基人斬を行った際、モンスターが大きく動いたり特殊なアクションを行ったりすることでヒットしにくくなる挙動を調整しますと。これは結構いろんなところで見かけたでしょう。今の当たってないんかいみたいなね。確実に後、あと、あとから ヒットエフェクトが出て、パパパパバなんだけど、おそらく、これあれ今当たんなかったみたいなのが結構あった。私も動画撮ってると、撮ってる時にあった。これが多分なくなるんじゃないかと。ただ、狩猟笛に関しては、まあ知らなかったんだけども、まあか、まあ、なんつうの、まあバグの分の下方修正といったとこでしょうか。範囲内にいる他プレイヤーの人数分だけ追加で衝撃波のダメージが発生してたんですね。これ <laughs>、これ、私は動画とかでも見たことないんですけど、 これすごいよね。公衆、公衆衝撃波が、えー、プレイヤーの人数分だけ追加で衝撃波ダメージだから、まあ、衝撃波のダメージ4倍ってことなんですけども、これマルチにおけるお話ですから、4人でやったら、公衆衝撃波16発が発生してたってことでしょ <laughs> 結構ぶっ壊れてたんじゃないですかね、実は。あの、私は知らなかったけども。それから、これは多分使い手の人だったら、まあ、でもこれは、仕様だったのかな、みたいなところ、 があったんじゃないですかねでもまあバグだったよとかですね、えー、狩猟部への攻撃後に左右後方回避から逆向きに移動する際硬直してしまう不具合あとなんかあるかまあ、この辺もまあ違和感を感じたとしてもそれは仕様だみたいなところが直ったっていうとこが結構ありますよくこれ見つけたな、まあ、方向指定タイプ2でのルテン好きのえー入力方向と異なった方向に進む不具合とかはまあ 方向してタイプ2をどれぐらいの人が使ってたか。方向タイプ2ってどっちだ <laughs> ?2 って多分、あのー、普段使わない方だよね。でもこっち使ってた人にとっては、まあ、あのー、よろしい、よろしいオスな感じですけども、これですね。ランスのルテン付きから飛び込み付きの後、後ろ方向にガードダッシュができなかったって書いてあるんですね。できたんだっていうね。多分これなんかは、あのー、不具合じゃなくて仕様だと思ってたことが、思ってた人いっぱいいるんじゃないですかね。だから逆に言うと、 戦術が増えるということになります。これも、プライヤーアクションの操作形態をタイプ2に設定し、ランスにてアイテムの上で納刀状態からガードを行おうとした際、ガいいードができなくなる不具合を修正します。まあ、この辺もでも、私は確か、タイプ2がどっちか忘れちゃったんだけど、多分タイプ1だよね、私ね。まあ、タイプ2にしてた人ってどれくらいいるかわかんないけども、まあ、そういう人たちにとっては、ナイス。ナイス情報ってことですね。これもそうだね、スラッシュアックス。方向してタイプ1と2。 でも1であってもタイプ2の挙動を行う不具合を修正だから多分違和感感じてたら古いんじゃないですかね。仮にもスラッシュアックスをずっと使っていた人間なのにね <laughs>。これもそうだね。スラッシュアックスのゼロ距離解放時のボタン連動による追加攻撃を行った際モンスターが大きく動いたり特殊なアクションを行うことで攻撃が当たりにくくなる挙動を調整します。逆を言えば当たりやすくなるってことですね。チャージアックスの高出力属性解放斬りが左右に外れやすい不具合を修正します。これチャージアックス使ってないけど多分、あ、でもなんかこれ言われてたわ。 ツイッターで初期の頃にね、すげえ当たり判定がシビアみたいなこと言われてたんで、そこが治ったということで、チャージアックス使いの人も、ね、え、にっこりということではないでしょうか。これはチャージアックスの属性解放斬りに、高圧回転斬りから発生の反撃重視変形斬りでガードをしても、威力上昇効果が適用されない不具合を修正します。これも、チャージアックス使わないから私実感わかんないけど、これも大きいんじゃないだって威力アップの上昇効果っていうのが、 まあ、反撃、重視、変形、ギリ、どれぐらい使うかわかんないけど、まあね、火力上がるってことですから、これも大きいんじゃないですかチャージアックスいっぱいあんな。属性強化状態の時にガードポイントで攻撃を受けてもモンスターの気絶値が蓄積されない不具合を修正します。ちょっと詳しくないからね、スルーしていきますけどもね、ちょっとあの、チャーク使いの人はどれぐらい重要な 不具合じゃねえや、あの、修正だったのか、コメント欄にお願いします。えー、剣モードで全展回飛行に立ち止まると、再度動きます、動き出すまで、若干の硬直がある不具合を修正しますと。で、で、まあまあ、ちょっとこの辺もチャージアックスバーッと来るんだけど、これね、ヘビーボウガン、めっちゃでかい。これおっきい。ヘビーボウガンの流撃弾に適正距離補正が適用されていた不具合を修正します。これ私も、あの、気絶、流撃ヘビーの動画出した時に、 なんでこれたまに威力落ちるのって話をした時に適正距離じゃないってコメントあったんですけどまさにそうだったんだね。でもそれは不具合だったんで適正距離が、えー、っと適用されなくなるから。でも距離は届いてるんで単純に流撃弾の、えー、っと飛距離が伸びるって形でいいと思います。そしてこれね。 ヘビー,ボーガンにて、歩き反動症、歩き反動中、歩き単発自動、流撃弾の発射か、流撃弾もそうだったんだね。発射感覚が長くなっている風合いを修正しますと。これ、歩き打ちかと、そうじゃなかった場合に、だいたい10%から20%ぐらい、電車力に差が出てたけど、まあ、明らかにちょっと、あのー、 連射力のばらつきがおかしいから多分バグだろうなっていう話をしてましたね。まさか3.1で治るとは思ってませんでした。なんだったら G 級が出るまで治らないかもと思っていたんだけど、これ治ったんでヘビーボウガンは単純に歩き打ちができた。えー、複数弾を装填できた。まあ、特に、まあ、一番、あれ歩き打ちできたっけあの、マガイマガドのヘビーはね。 できたっけ、まあ、あの辺とに、とりあえずあの辺がもし歩き打ちできるタイプのやつは、まあ、強くなるんですよ、まあ。歩きながら打ったら、歩きながら打たなくてもか、歩き打ちがついてるだけで遅くなったんだっけちょっと忘れちゃいましたけども、うんと、連射力が10%ぐらい上がるんです。5%、10%ぐらいかな。上がるんですよ。単純に火力アップにつながりますね。 で、えー、特定の状況で合力の弓がけ、弓がけが、えっと、かきり虫ゲージ一つでも出せるようになっている不具合を修正します。これなんかツイッターで見たな。この辺も大事だね。髪型。イズチテールを使用した際、一部の装備との組み合わせで髪が不自然な表示になる不具合を修正します。まあ、これね、あの、見た目中。<laughs> 見た目コレクターの人たちにとっては大きいですね。ま、だいたいこんなもんか。他にもちょっと細かい。 あの、調整があったんで気になってた人はね、あの、治ってる部分がたくさんあると思いますけども、まあ、とりあえず個人的にすごく注目しているのは、この武器ごとの当てにくかったものが当てやすくなった点ですね。これはかなり大きいんじゃないでしょうか。笛はね、えっと、笛は若干、まあ、弱体をしたわけじゃないんだけどバグ修正されてしまったことによって、 ま、あの、気にせず使ってた人はもしかしたら体感弱くなる可能性はあるかもしれないけども。というわけでね。割と3.1がね、いいアップデートだったんだよ。で、えっと、イベントクエストも2つやってまいりますから、ちょっと楽しみにしておこう。明日か明日なんだ <laughs> まあ、とりあえず、そういうことでございます。えー、緊急速報でございました。